にちは、かけまるです。今日はですね、大阪は芦原橋っていうところまでケンタッキーを買いに行く動画です。この付近に警察署があります。なんて言ったら分かりやすいかな、エベスさんがあるところらへんですかね。西成の意外と近くなんですけど、そこにわりかし大きなケンタッキーがあって、駐車場があるんですけれども、ドライブスルーはないんですよ。そこに、ちょっと和風チキンカツサンド、アイスコーヒーでも買って帰ってきて、レビューしてみようと思います。帰りちょっと高速乗って、加速ですねやってみますんで、ちょっと、動画最後までお付き合いください。今は大正ですね。大正を抜けてもうちょっとしたら、西成の近くなんですけれども、左方向 500m 先、交番がありますよ。で、次橋渡って1個目の信号左曲がって、ちょっと行ったらケンタッキーなんですよ。ほんまはなんて言うんですかね、どちらかというと今から行くところは三角形、僕の家から三角形の頂点のところらへんにあるから、ほんまは大阪ドーム回った方が早いん違うかなっていう気もせんこともないんですけど、この付近ゾーン30です。安全運転を心がけましょう。今日はでもあれですね、やっぱり地震機能あって翌日ということで、なんかバタバタと車なんか結構、取締エリア外になりましたよ。人も車もなんかごちゃごちゃしてますね。こっちの方も揺れはひどかったんですけど、震度5弱で揺れはひどかったんですけど、そんなに道路がなんか陥没してるとか家ひび割れしたとかそういうのはあんまりなくて、割と普通なんですけど、なんか人がすごいバタバタしてるみたいな感じです。ここまっすぐ行ったら天王寺なんですよ。すぐ先、事故多発エリアですよ。もうちょい行ったら芦原橋ですかね。昔はここ意外とメインの道路で交通量多かったんですけど、ちょっと道が整備されたから車全然通れへんなったみたいな感じです。
きからね、走ってたらパキパキっていう音するんですよね。パキやろ。500m 先、交番がありますよ。何にも触ってないんですけど。この先、一般道、速度取り締まりにご注意ください。で、ここの信号を右に曲がってちょっと行ったら、ここは芦原橋の駅です。右曲がってちょっと行ったら、レベル3取締エリアですよ。ケンタッキーがあって、またその先を行くと日本橋に行きます。なんかシビックのお友達がこの辺でよくネズミ捕りやってるから気をつけてくださいって言ってたんですけど、あった。そこにあります、ケンタッキー。ケンタッキー P って書いてますね。あれっすよね、出るとき左しか行かれへんのか。どうしようか。いい、なんか刺さってんのかな。パキパキ言うんですよ。ちょっと買いに行ってきます。和風カツサンドとアイスコーヒー買ってまいりました。じゃあお家に帰りましょう。それじゃあ帰ってハンバーガーのレビューしてみます。ケンタッキーの和風チキンカツサンドですね、買ってまいりました。はい、こちらが中身なんですけれども、なんやろ、醤油味じゃないわちょっととりあえず食べてみます。あのですね、嫁がこんなおもろい T シャツ買ってきて、あんた似合う違う言うて無理やり着せられてますそれでは、チキン、和風
チキンカツサンド、お味の方をチェックさせていただきたいと思います。あー、めっちゃ美味しい。照り焼き、甘辛い味ですかね。照り焼きなのかな。美味しいです。次にケンタッキーのアイスコーヒー、お味の方をチェックさせていただきたいと思います。うん、えぐみがない、コーヒーの渋みの効いた、マイルドなコーヒーテイストです。美味しいです、コーヒーも。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。